こんにちは男の条件というと多分ね今の時代だったら男女差別とかねなんか言われるんでしょうねきっとね GTLB かなんかでしょ、うん、忘れましたけどもなんかね言葉をすごく使いにくくなったなと思いましたで小さくまとまってで、えー、まあなんかね侍魂じゃないですけども胆力っていうのも備わりにくいかなと思うんですよまあ、侍魂っていうとね妙に 我々のね男の子の心を焚きつける言葉でありますけどもその侍精神が特効精神につながるとかねあと侍なんていうのは全人口の本当数パーセントしかいなかったのに何が日本人は侍だみたいな煽るなとかねほとんどは農民だったんだみたいなことで、ね、その通りのこと言う人がいて困っちゃうもんですけどもまあ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 でもねそういうふうな言葉遊びでありまあ、ある意味ねこ,うこじつけなんですよそんなの分かってるじゃないですか。 いちいち目くじらを立てたりね、感じたことを素直に話したら、それを理論で攻めてきて潰そうなんていうね、それ頭がいいつもりなんですかね、っていうことでね、えー、SNS にもコメントがね、なかなか投稿が損得しにくくなってくる時代でございますけど、私はお構いなしにやらせていただきます。もう私の理想はですね、視聴者ゼロで、コメントゼロ、いいねゼロ、閲覧ゼロですよ。要するに、久保哲郎がいなくても大丈夫なような世の中になれば一番いいなぁと。 その時こそ私はね、本来本当の意味の隠居ができるんじゃないかなと思います。まだね、隠居とは言いながらも、隠居する私にすごくね、集まってくださる方がいる。まあ、それ非常にありがたいことで、本当増えてほしいなっていう気持ちもあれども、まあでもね、えー、まあ私の存在なり、例のやつなり、まあ何に何、FX なりね、何にもなくても幸せって感じれるところが、まあ一人一人の究極だと思うんですよ。その上で、 何の利害関係もななくく心が結びつくようなね、えー、そんな何かをこの人から得たいから一緒にいるではなくてまあなんか一緒にいて気が合うっていうんですかねまさにそういうところがうーなんかね、えー、あったりなかったりするのかなと思いますよねぼんやりとしてますけどもまあ男の条件って言葉にかえりますと男の条件ってやっぱりねいろんな概念があるんですよ。うーん 私にとってのいろんな男の条件っていうのは胆、まあ、力っていうのは確かにねまあ私一人がずっと思ってたのかなと思ったらね吉田さんが紹介してくださった本の中にも胆力っていうのがあってちょっとほっとしたんですけど胆力っていうのは要するにこ,このあの五ロ六プの力かなともうひるまない力というかね、えー、もうこびない力逃げない力だからといって戦いを仕掛けていくのとはちょっと違うんですよそういうふうな侵略するための力ではなくってバカにされてもそれからいじめられても暴力を受けてもぐっとこらえてね 顔で笑って腹で泣くみたいなのがあまあ単力なのかなと私は思ってるんですよね。それからもうねやりきる力ですね。これも単力かなと思うんですよ。そのね1万やってる人間がいるのに自分が1万にひるまないって感じですよね。1万動画撮りましたよとかね1万動画当たり前ですよって言われたらああ何を言ってんだこっちは10万だぞみたいなねそんな心の強がりですか。 あまあなんかね過去の苦労話で張り合うみたいなことちょっとさすがに私もかっこ悪くてやらないんですけども過去は全部ね苦労ではなくて私が通り過ぎてきたあまあ何て言うのかな二足三問の <laughs> 時間だよというふうな主張ですね私にとってみれば過去は本当と二足三問なんですよで人っていうのは物を語る時に過去で語る人と現在で語る人と未来を語る人っているんですよね人が引きつけられるのって多分未来を語る人なんですよ でえー、自分の未来を信じてくれる人、これも魅力を感じると思うんですよね。 いつまでも自分の過去をひけらかしたりとかね、人の過去をつついてみたりとかね、それから今現在、この時点での比較をして、お前は自分より下なんだとかね、お前は誰々の二番煎じなんだとか言って、あのなんかマウントを取ろうとするってことばがありますよね。自分が強みに立ちたいみたいな気持ちはあると思いますけども、その使い方がね、ちょっと暴力的であったり支配的であったりするのは私もね、望まないかなというところでございます。それではですね、私が胆力を10代の頃鍛えた一つのね、 えーまあ、書物を紹介したいいと思いますそれがこれなんですよ「カメレオン」ね少年マガジンで連載していてちょうど私がね 中学生の頃とか高校生の頃を熱心に読んでた漫画でございます。いわゆる、巷のヤンキー漫画ですよね。えっ、ー、と、今ではこういう漫画って流行らなくなってきて、すごくね、えっ、ー、と、爽やかなものばっかりになってきました。それで、頭のいいものばっかりになってきましたね、今の漫画は。私もね、未だに漫画読んでるんですけども、みんなね、頭がいいです。っていうか、言葉遣いが、そのツイッターみたいですよね。あの、ヘリクスと言いますかね。で、まあ、なんていうのかな。あー、力的には私から見るとちょっと違うなと。 私から見るとですよだから今の時代のやっぱ少年少女にはすごく合ってるんだと思いますからこれもね今の若者は変わったなって昔から私も言われ続けてきたことをついに自分も言うようになったかと思ってねいかんいかんという形なんですけどもこの「カメレオン」という漫画はうんなんかねこのファッションもそうなんですけどもヘアスタイルもそうですねそれから言葉遣いそれから、あのー、マシンですよね自転車なりバイクなり車なり。 え当時10代の少年たるね、私も少年だったわけですよ。もう憧れるモデルケースがこの中に入ってました。逆に言うと何をすればいいか分かんない中で、この漫画の通りにやってればとりあえずいいだろうみたいなね、えそんな情報操作を受けてたわけなんですよ。その他ね、ロクゼラシブルースもね、結構ね、真似しましたね。あのー、完全にヘアスタイルは、この漫画から私は、 このセットししていました当時今でもちょっとその名残があるんですけども大体基本的に私はね男はなんか一生リーゼントでいいんじゃないかなと思ったりとかねするんですよでロン毛もねやったんですけども大学生の頃ね3年ぐらい金髪ロン毛もやったんですけども私はねちょっと、ま、あの合わないなと思いますでサラリーマンをやって辞めてしばらくしてまた金髪ロン毛やったんですけどもやっぱり似合わねえなと日本人のこの顔にはね金髪が似合わないんですよ で男性の論言も、あの、長い髪も。 あの相当なななじゃないいとと似合わないってことに気づきまして私はね、えー、もう純平均的な日本人だと思いますので、えー、まあどっちかっつうと石原軍団みたいなねこれも古いですけどもなんか角刈りスポーツ狩り、えー、刈り刈り上げみたいなねカリカリカリでやっていこうかなと思います。まあ、今回ね何が言いたいかっていうと男の条件の中で自分が自分に勝つ条件ですよねそれを人に押し付けてお前の男の条件はこれだみたいなのはあないですけどもただまあ私のところにあの心込めて心込めて 腹を決めて弟子入りしてくる子には結構ね命令しますけども何をするべきかとか何をするなみたいなね男はあの男を磨くべしみたいなね教訓とかやりますけどもまあでもねそうでない限りはやっぱり男の条件の定義女のどう生きるべきかって定義はねあの自分で自分に対して課すものであって人に対して責めるものではないと思うんですよね。うんただやっぱりねあのこういったカメレオンではないですけどもそのヤンキー組織ですか。 こういった、あの、軍団に入ると、なんとなくね、先輩の真似をしないといけないんじゃないかなって気がしましたね。ですから、あの、あらゆる先輩を真似するわけですよ。で、私の場合は別に、この、なんですかね、タムロする先輩もいなかったり、絡む先輩もいなかったんで、あの、こういった漫画が頼りでした。<laughs> で、漫画の中でやってたことを、本当にね、セリフから、ストーリーからね、 全部自分の生活に無理やり当てはめて生きていきたけなんですよ。ないのは彼女だけというね、私の青春は。彼女はいなかったんですけども、まあ何と言いますかね、えー、この中で出てきたドラマを毎週毎週漫画読んでね、その通りに人生を生きてきたようなね10、10代でございました。どのぐらいこの漫画を再現するかってことです。で、この動画の最後になりますけども、今回のね、まとめになりますけども、私はですね、こういうふうに漫画や書物に 習ってきた。要するにそれをコピーしてきた人生を歩んでるんですよ。これお気づきの方もいると思いますけども、私のね、やっぱり心が震える瞬間って、何かになりきった時とか、誰かになりきった時なんですよね。だからコスプレも大好きだし、ネットビジネスをやるときでも、ネオヒルズ族になりきってやったんですよ。広島ヒルズみたいなね、むちゃくちゃモデリングじゃないですか。むちゃくちゃなりきってるじゃないですか。で、えっ、ー、と、セミナーのときも、自分はね、ステージに立った役者のように、 大らかに、えー、朗々と喋るわけなんですよねもう確信を込めてもう完全に自己肯定なんですよ。でプラスですね現在はその車までねナイトライダーにしてしまったというね本当冗談じゃ済まされない人生なんですけどもきっとですね演じたい自分を演じる時っていうのが誰しも本当に楽しい時なのかなと思いますしで最終的にですねそういうことを繰り返す中で、えー、自分っていうものがどん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 出来上がっていくんですよね。その 自分、私だったら、久保哲郎っていう人間は、今完成したんじゃなくて、死ぬ時に完成するんですよ。で、その時までに久保哲郎になっていってるんですよね、今。今、自分を構築中なんですよ。死ぬその瞬間まで構築していって、死んだ時に私は多分、久保哲郎っていう人生が、あー完了するんですよ。できた、コンプリート、できましたってかね、出来上がるわけなんですよね。だからね、 あの人間出来上がってないって言葉がありますけども私も当然人間出来上がってないんですよまだ発展途上で人生の,その半分も分かってないかもしれません、えー、もう半分どころかね生きてるのが半分ぐらいですからまだまだ無知なんですよ。 無知であることを自認するなら、まずはやってみようとかね、まずは試してみようとか、まずは失敗に向かって激突してみようみたいなね、えー、そんな腹のくくり方、それが私なりの胆力なのかなと思ってしまいます。男の条件ね、結構私もこれをね、話し出すと長いんで、今回はこの辺にしようかと思います。そうなんですよね。あなたが演じたいのは誰なのか、そして、いつ自分自身になっていくのかなということでございました。それでは失礼します。